中学の範囲は圧倒的に超えてるよね。なんたっても高校の範囲バンバン出てきますからね。難関大学入試のような問題があったけどな、こんなの通っていいの？否定語プラス比較なんてさ、こんなん大学入試の範囲じゃん。習うの連鎖関係代名詞って。そうだよ、始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、いきなり比較しか出た新企画なんですけども、まあリクエストをいっぱいいただいていたですね、はい、難関高校入試の問題に挑戦してみるっていうシリーズになりますね。第1回目はやっぱり開成高校じゃないといけないじゃないですか。なんで開成の問題を解いていきたいと思います。全く出題形式も知りません。これですね。リスニングあったらどうしよう。リスニングあるんだ。じゃあできないじゃん。はい、50分で100点という形だそうです。はい、ちょっとやってみたいと思います。それでは時間計ろう。レディースタート。もうしゃっくりが止まらん。長文と語彙問題、語文法、作文か、そういう感じなんですね。まあとりあえず文法やってみますか。あ、共通語法じゃなんだ。へえ、こう。同音異語。英語問題だ。でも完全に高校の範囲じゃん、こんなん。かわいそうな話。文挿入問題もあるんだ。これ完全に高校の範囲だな。はい、終わりました。いや、結構むずいんじゃない。まあ大学入試としたらまあ当然そんなでもないかもしんけど、高校入試にしたらだいぶ難しいんじゃない。なんたっても高校の範囲バンバン出てきますからね。難関大学入試のような問題があったけどな、こんなの通っていいの。あ、時間は21分かかった。いや、これでリスニングもあるわけでしょ。いや、だいぶむずいと思うよ。はい、答え合わせしながらちょっと行きましょうか。はい、では行きますね。最初の問題、 I'm not more different than anyone else ですね。そう、これ否定語プラス比較なんてさ、こんなん大学入試の範囲じゃん。で、知識で解くのかな、それとも文脈で解くのかな。で、次のさ、並べ替え問題、 Kiss that I thought were my friend started to stay away from me なんて、これ連鎖関係代名詞でしょ。習うの連鎖関係代名詞って中学で和訳。まあこれは普通の一等コマ線レベルかな。次が、ういあおえは何の問題だったんだ。文挿入ですね。文挿入、まあ簡単だった。代名詞とか、あと時制もヒントになりますね。次が、入る言葉を入れます。省略されている語は、これも簡単で、並べ替え、コインチデュー、ああ、これね、do の第四文型とかさ、こんなんね、大学入試よく出てきますよね。次の和訳は簡単だったね。はい、次が8番、
8番が、お、はい、これ内容1問題です。5つあって1個しか正解しないし、難しかったかなと思う。ただね、なんかね、高校入試でありがちな、あ、これ正解なんじゃねえのっていうのがやっぱり正解だったね。そこもうちょっと難しくすればいいのになと思った。はい、次、大問題2か。大問2は、あ、前置詞ね。う、お、あ、え？う、お、あ、え？前置詞問題は、あー、まあ大学入試だったら基礎的なものかな。ただアピールトゥーとか、これトイックで出たこともありますけど、結構解けない人も多い。次のオーバーをね書く問題も、これもできないでしょう普通は。まあすぐに、まあ、2つに共通するもんで1個目ですぐに埋めちゃいましたけど、2個目のアドバンテージズオーバーとかは知らん人が多いと思うよ。あー、問4は訳し方が微妙だろうね。どうやって訳すかだろうね。問5も土踏まずっていうのを出せるか。もしこれを期待してるとするんだったら酷じゃない。まあでも改正行くような人たちだから推測できるか、表現を知らなくても出せる可能性はあるか。次が、まあ Imagine A as B はそこまででもないかな。簡単かな。うん、そんな感じ。読解、はい。で、空所補充語彙問題、共通語補充、最初が enough、 このでも strangely enough なんてさ知らんでしょ。多分2つ目で分かったかなと思うけど、次はまあいけるかな。サービスとか free stories ね。そう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 、話っていうのと回っていうので、でラストですね。この続くっていう意味の動詞のラストを中学生は知ってるのかって感じね。で次が発音が同じだけど綴りが異なるやつ。そうね、ハイヤーが2つあって、難しい方が問われてるね。ロードとかもそうね、ライドの過去形の方が問われてるし、ルートもそうね、ルート、フラワーもそう。最後が難かったわ、アワーズね。これめっちゃ考えたわ。3何々 to finish this job とか言って、何、仕事を終わらせるのに必要なもの何って思って、で次は your parents are both from Osaka and 何とか are from Tokyo って書いてあって、 mine かなと思ったけど、え、 mine 違う、 sons daughters とかって思ったけど、あ、違う、これ一語じゃなきゃいけないから代名詞で考えた。 mine his her ours、 あ、 ours かって思ってね。そうか、3 more hours、 あと3時間必要ってことねって思って、いや、だいぶ時間かかったこれ考えるの。正誤問題か、次。あ、お、これはね、まあまあ正誤問題好きだから私は分かりますけど、 O の at first の間違いなんていうのは、これは大学入試の授業でこの間教えたばっかりそんな内容がね出てくる。で、英作文は He has three times as many books、 これね、あ、ただ予備の授業でやったやつで、 You're onAddress and phone number、 そう、Learn by heart ね、これ大学入試もよく出てくるやつですね。まあ解けはするけど、中学の範囲は圧倒的に超えてるよね。うん、全然上、英検2級ぐらいまで行くかな。どうなんだろう、文自体はそこまでだから何とも言えないけど、問うてる知識は大学入試の、まあ、ニットコマ線あたりのものが多いって感じかな。ただそれも超えるレベルの問題も出題されてるって感じですね。1問目からドンとね、スーパー難しいの出してくるから、ここにやられちゃうとね、ちょっと大変だったんじゃないかなと思いますね。だから取れる問題を確実に取るっていうのが大事だとは思いますね。はい、という感じで開成高校の問題ですね。全く出題形式わかんないけど、想像はしてたけど超えてくる問題があった。まあさすがに高校入試だから難関大で出るようなものは出ないだろうと思ってたけど、想像は超えてきましたね。いい、なるほどね。こんな感じで、まあいろんなとこやっていきたいと思いますので、リクエストあったら言ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。